桂山城は、静岡県裾野市にある日本の城跡、裾野市指定史跡、安ず春一帯に聖意を振った桂山市の城である。平時の城である、桂山間館と菩提寺の洗練寺の裏山にある、爪城ともルや掘り切り、車など遺構がよく残っている。九ズ山城跡は、足高山の大根が、東方に伸びた末端にある、海抜七十点四メートルのアタ山頂部に、 築城されている。シュグルワは、アタゴ山の頂部に作兵された平場に配置されている。シュグルワより6から8メートル下段に2の車が廃され、さらに下段に、通路上の3の車が全体を取り囲んで、廃されている。3の車の東西には、尾根り部を切断した形で二重空掘り切れがある。放射状縦掘りがあるが、武田市の追記術と推定されている。 カツラ氏は、鎌倉期から室町期に、駿河東部の名族としてご家人、将軍家暴公衆として活躍し、室町後期から戦国期には死後の今川家の参加となりながら、カツラ城を築城し、国衆として独自の両国運営と領土防衛していた。駿河東部に位置するカツラ氏の領地は、今川氏、ご法上氏、武田氏と接するため、生き残りのため、今川氏 ご北上史業者と関係を結んでいたが、大名間の力関係により、主家を変えることもたびたびあった。武田信玄が、1568年に、駿河に侵攻した際には、敵対していた今川氏を援助するご北上氏に、武田氏側についていた、当主桂山氏事は、桂山城を奪われた。1571年、元気2年に、武田氏ご法上市の和解が成立すると、 武田信玄は、仕事を処刑し、代わって、信玄の六尾信貞に、後北条氏から返還された、桂山城を継がせた。その後、武田氏の支配下に置かれ続けた、桂山城は、1582年に、武田氏が滅亡すると共に廃城となった。地元の桂山城保存会によって、くず山城跡と、館跡は、保存状態が良好に手入れされている。 ありがとうございます。